こんばんは、モーモーと申します。今日もシムズ4をプレイしていきたいと思います。今日はですね、今ツイッター上でですね、シムズ4プレイヤーの方々の間で流行っている遊びがありまして、ちょっとそちらにね、参加させていただきましたので、その様子を動画でシェアしていきたいと思います。シムメイクオーバーと言いまして、主催者の方が素体となるシムをギャラリーにアップしていただいているので、私のような参加者はそこのギャラリーから素体となるシムをダウンロードさせていただいて、まあ体型とかね、顔のパーツは変更せずにヘアスタイルだとかファッションだとかあとメイクねコーディネートをして楽しむと、大体主催者の方がタグとか用意してくださってるんで、そのタグをつけてツイッターで画像をアップして、いろんなねプレイヤーの方々がそれぞれの解釈でコーディネートしたシムがこうバーッとアップされると、でね、こう見比べるとね楽しいんですよ。同じ素体なんですけど、また全然違った個性のシムに仕上がってるっていうのがね、今回私はマヨラさんがね企画されてますシムメイクオーバーに参加させていただきましたので、この場を借りてマヨラさん素敵な企画をありがとうございます。で、出演者の方々によってちょっと細かいルールがね違ったりもしますので、で企画に参加する場合はその主催者の方の設定されてるルールをねよく読んで参加されるといいかなというふうに思います。よし、じゃあ早速やっていこう。世界の友人、コミュニケーションがね得意なのかな。で、自信家でブラザーで綺麗好きっていうことなので、そうね、まあだから清潔感のあるようなお洋服っていう風でもいいかもしれないし、年齢は若者ですね。だから20代から30代っていうような形ですね。まずね、髪型見ていこうかな。トレンド感のある髪型がいいな、せっかくだから。だから最近発売されたパックの中からね選べたらいいかなと思うんですけど、もう何でも合うよね、こんだけ整ってる感じのね。そうですけど、高校パックも来るから、そこのなんか先生とか、まあ OB とかみたいなイメージでもいいかもしれないな。そうそう、このあたりでもね可愛いよね。なんかでも毎回ね同じような髪型使っちゃうから、たまには違った感じの髪型も使ってみたいな。私これ使ったことないから、ちょっとこれで優しそうな感じでもいいかな。でももうちょっとワイルドな感じがいいかな。かっこいいね。スターウォーズのパックの髪型ですけど、スターウォーズのパックもあんまり持ってる方はもしかしたら いらっしゃらないかもしれないんで、これちょっと使ってみようかな。なんかかっこいいね、もみあげの感じも。あ、いいじゃんいいじゃん、なんかかっこよくない。よし、続いていってみよう。色は後で変えるとして、ちょっと服をさ、普通すぎるかな。もうちょっとなんかさ、綺麗好き、ブラザー。ブラザー感ないな、これでも。ブラザーってさ、そうだよね。スポーツを見ると自信が出ます。スポーツを見ると自信が出ます感ないな、これ。ちょっとな、教授寄りになっちゃったな。ポスター欲しい。あ、もうなんか、もうちょっと金髪とかにするか。ポスター、眉毛はもうちょっと、薄色の方が。あ、いや、難しいね、眉毛の色。ジーンズか。違うな、なんか。むず。スニーカーはね、あれが可愛いんですよ。韓国の空港をイメージした、そのね、はっきりした色だと、こっちの、一番最初に出たキットのスポーツの方がいいと思うんだけど、今っぽいってなると、やっぱこっちのちょっとくすんだ服の方が今っぽいんかな。なんかニューバランスとかのさ、スウェードとかの、でも白か。めっちゃスポーツによったじゃん、このブラザーズの。あれだけで。そうだなぁ。ホームデコレーターも結構いいんですよね、ファッションね。薄すぎかな。目の色をもうちょっと薄くしたいな。時計？あ、時計つけらんないんだ、これ。つけらんないっていうか、反射しちゃうんだね、多分ね。なるほどね。で、メガネをつけようかじゃん。はいはい。え、いいんじゃないの？で、一番見るのは普段着とパジャマだから、パジャマも。あ、じゃあ、これ最初のも可愛いね。じゃあ、こっちにしてみようかな。ちょっと背景がわかりやすいよね。薄めの。なんか、ちょっとタトゥー入れたくなってきたな、なんか。脱がなきゃわかんないようなとこに入れたい。こういうさ、ちょっとパンツのギリギリのとことかに入れられたらいいのにな。足か。あ、いいんじゃない？なんかもう、なんかちょっとサーファー感出てきた。で、運動の方で、運動ってさ、体型がわかる感じがいいんだよね。痩せてきてるのか、なんだよ、パンプアップできてきてるのか、わかりづらいから。違うなぁ。まあでもちょっと、燃え袖みたいな感じで行くか、じゃあ。ジムとかに行くのと、このハイカットじゃない方がいいんかな？こっちの方がいい？こういうのの白の方がいいかな？
まあ白かな。で、あとはパーティーね。地震カーテンちょっと多少目立つ感じでもいいかな。まあパーティーさっきこれ使わなかった。これでもこれフォーマルにしたいよな。こういう感じにする？ちょっとごつすぎるかな。白か。白もなんか狙ってる感じするよな。いいですね。あ、こんぐらいしようあってもいいかもな。あ、でさ、ネイルしようよ、じゃあ。白、青、青より黒、ちょっとピンクサシール入ってんのかわいいな、これ。フォーマル。これをウェディングのにすればいいんだ。さっきのね。靴は、これのもうちょっと濃いので、ちょっと、お化粧しといた方がいいかな。全部にこのチークつけて、暑い時の格好か。暑い時の格好は、これ好きなんだよね。こればっかり着せちゃう。毎回同じになっちゃうんだよね。サーファーっぽい感じ。サンダルとかでもいいけど、こういう感じのね。で、寒い時は、着たことないのがいいね。最近のパック、狼さんのパックも結構可愛いなったね。あ、すごい、ビリビリじゃん。こういうなんか可愛い明るい色でもいいかもしれない。ピンク、ちょっと薄すぎるパジャマ感出ちゃうかな。こっちの方がいい。帽子、ちょっと幼すぎるかな。でもなんかこれ可愛いな。リップつけてもいいかもな。薄めに。それで、色の濃さ。透明度はついてるかついてないかわからんぐらい。リップクリームいつも欠かしませんみたいな。ちょっと待って、フィンつけるか。ウェットスーツみたいなしたいわ。アイシャドウ、ちょっと目元を明るくする感じの、華やかさを持たせるみたいな。え、毛がくなる？そんなことないよね。一旦こんな感じかな。はい、ということで、こんな感じに仕上げてみました。割とね、最近発売された追加パックを中心にコーディネートしたつもりなので、まあ、それなりにトレンド感は出せたんじゃないかなと、個人的には、自己満足しているんですけれども、いかがでしょうか。アイテムなどもね、参考にもしていただけたらいいかなというふうに思います。ちなみにこの撮影はポーズモッド使用させていただいておりまして、ポーズはモックさんが制作されたものです。まあ、今ね、いろんな方が、外相となるしもツイッター上でシェアしてくださっておりますので、気になった方はぜひツイッターの方をチェックしてみてください。で、せっかくの機会なんで、私もソシム、素体となるシムを用意いたしましたので、ちょっと今からね、ギャラリーにアップしようかなと思います。和牛鈴鹿さんという名前をつけておいたんですけれども、ぜひ皆さんもですね、シムメイクオーバーの楽しさ体験してみてください。今回のメイクオーバーのルールをね、ざっくりとご説明しておきます。顔のパーツとか体型とか、特質はそのままで、髪型、それからファッションですね。あとメイク。目の色だったり、眉毛の色だったりっていうのも、まあ変更していただいて問題ありません。で、もしよろしければ、完成したシムさんは、モーモーチャンネル、シムメイクオーバーというタグをつけて、画像をね、アップしていただけると嬉しいです。基本的にスクリーンショットをアップする形になると思いますので、普段お使いのね、カスタムコンテンツなども使用していただくのもありかなと思います。機会があれば動画でもご紹介させていただけたらなというふうに思っておりますので、その点をね、ご了承いただければなというふうに思います。普段皆さん、シムズ4をプレイしていらっしゃる方多いかと思うんですけども、まあ、ちょっとしたね、気分転換にでもね、遊んでいただければいいかなというふうに思っております。はい。では今日の動画はここまでとなります。で、また別の動画でお会いいたしましょう。モーモーでした。失礼いたします。